カール・マルクス本名モルデカイ。大紀元2020年8月27日。地上の楽園を掲げ、人を誘惑するマルクス主義。マルクス。地上の楽園といえば北朝鮮がそうみたいやったね。住めば都。最近北朝鮮もええ感じに発展しとるって。記事によりますと、カール・マルクスは最初は哲学者であったが、その後経済学者になった。マルクスは、ゲオルク・ヘーゲルの歴史はテーゼ、アンチテーゼ、人テーゼの3つの方法で、弁証的に進行したという何のこっちゃな見解を受け入れる一方、物質的要因の優位性を主張して、ヘーゲルの理論を足げにした。アンチテーゼっていうのは、大辞林第3版の解説によりますと、ある理論主張を否定するために提出される反対の理論主張。マルクスの歴史に対する理解は次のようなものだった。古代の奴隷制度はそのアンチテーゼを引き起こして封建主義を生み出す。封建主義はそのアンチテーゼを誘発してブルジョワ資本主義を作った。ブルジョワっていうのはお金持ち。プロレタリアっていうのは貧乏。封建主義はそのアンチテーゼを誘発してブルジョワ資本主義を作った。資本主義のアンチテーゼとしてプロレタリア革命が引き起こされた。そして無階級の共産主義国家が新たに誕生する。記事には書いてないんですけど、私が調べたところ、カール・マルクスは秘密結社フリーメイソンの結社員やってん。真剣に学ぼうと。するものではないって思うねんけど、記事戻って、これらの改革の原動力となったのは経済学であった。マルクスによれば、経済学は基本的なもので、思想、文化、宗教は単なる上部構造であるという。マルクスは、哲学的に理想主義者だったヘーゲルを拒絶した。マルクスは、唯物論者であり、今日の多くの人々と同様に現実主義者である。そう。唯物論。これを堂々と言ってたら、あ、こいつ、マルキスト。共産主義者やんか。って、距離を置いた方がいいと思うねん。で、ちっちゃいタイトル。唯物論と道徳。しかし、唯物論では解決できない問題があまりにも多い。まず、第一に、物質は自己を作り出すことはできない。なぜならば、自己を作り出すためには、自己が先行しなければならない。とかいろいろ続いてんねんけど、カール・マルクスはメイソン系の人って念頭に置いて、ご興味がある方は、概要欄に URL 貼っときますので、読んでみてください。もうそんな哲学的なこととかもうどうでもええねん。共産主義者はお口べっぴん笑顔の悪魔。弱者の味方のふりをして弱者を利用する不平不満をすり込んでその場を混乱させて破壊に導くことを目的としとる。記事途中から筆者の方の私の知る限り唯物論はこれらの問題に満足のいく答えを示していない。客観的道徳の存在を根本的に否定しているのでマルクス主義などを真剣に受け入れれば悲惨な結果になる。そうそう。マルクス主義に騙されたアホってほんと迷惑で、工作員として近づいてくるから、こいつだけ不幸になったらええねんって思って、会話しないのが一番やで。マルクスは伝統的な道徳観を単なるブルジョワの私利私欲に過ぎないとして排斥した。私は、筆者の方は、この道徳観の打破が、ロシア、東ヨーロッパの衛星国、キューバ、中国、北朝鮮、カンボジア、ベトナム、ベネズエラなど、これまで私たちが目撃してきた共産主義政権のひどい腐敗と人命軽視を説明できると思う。実は、マルクス主義は強い理想主義から始まる共産党宣言や他の著書で、マルクスとエンゲルスはヨーロッパで虐げられている労働者たちが立ち上がり、束縛を解き、自由と平等を勝ち取り、富を分け合い、自分たちの能力にふさわしい成果を受け取ることができる労働者国家を建設するよう呼びかけた。
労働組合っていうのは労働者のための組織ではなく、国際組織、万国の労働者よ団結せよ言って会費払わせ、その場を混乱させて破壊に導く使命を背負わすんや。各企業労働組合を作るときにオルガナイザーっていうちょっとこわもてのおっさん兄ちゃんを送り込んどるから厄介なんよ。で、地上の楽園という絵空ごとには多くの人々が引きつけられた。皮肉なことに断定的な唯物主義はこの楽園を否定している。唯物的に基づけば、自分たちの行動が外部の力によってあらかじめ決まっているという。それならば労働者はどのようにして向上することができるのだろうか。これはマルクス主義の核心にあるいくつかの矛盾の一つに過ぎない。あいつらにしたら細けえことはいいんだよっていうごまかしやね。資本家に対する怒りもまた矛盾だ。そうそう、資本家は悪を言うて、私たちは搾取されている言うて不平不満をすり込んできよんな。常にインターネット SNS で政府批判してるやつ、安倍首相に対するなんかイラって思わせることを必死になってリツイートしてたり、よーく見てたら、あ、こいつそうやねんなーってわかんねん。私はブログから始めてツイッターやって、ツイッターでいろんな人絡んできはってピチョって入ってこられたりしてて、それをそっと観察してると、あ、やっぱりあいつそうやってんなーとか、あの近づき方、日本語の違和感、やってること全部工作員にしか見えんねんけどって言う人おるで。で、革命っていうちっちゃいタイトル、マルクスは自称革命家だ。社会変革のための不可欠な道具としての暴力の行使を臆することはなかった。暴力、支配階級は決して自ら権力を手放さなかった。このため革命家は暴力を使い強制的に彼らの地位を奪った、ね、暴力革命してきよるから左翼あかん、マルクソはあかんねんって。この世の中にはあっちこっちにカール・マルクソに騙された革命家がおんねんな。生まれながらの革命家もおる。北朝鮮のチュチュ思想は敵の懐に飛び込め言うて教えられてるから、指令されて近づいてきたやつはピチョって入ってきよるから、なんか違和感たっぷり気持ち悪いと思ったら迷うことなくサクッと排除して自分の貴重な時間を楽しめばいいね。そんなに煩わされているのはもったいない。無視しておけば左翼は身内に厳しいから自己批判に応えろとか意味不明なことを言うて仲間がボコボコーンにして始末してくれるからお話ししないのがいいのよ。で、筆者の方は、私は歴史家として50年以上にわたって革命を研究してきた。やて。で、最もよく知っているのは、イギリスのピューリータン革命だが、フランス革命、ロシア革命、中国革命についても調べている。やて。私、イギリスのピューリータン革命は知らんかった。興味なかった。それぞれの革命はおおよそパターン化している。固い意志を持ち、理想に情熱を燃やす少数からなるグループが、当座の抑圧的で腐敗した支配階級の打倒を掲げている。そして全人民のために、完全な正義を確立するために、徹底的な一掃を行い、腐敗のない新たな政権を発足させる。初期には多くの支持を得るが、強い抵抗も引き起こす。この反動的を迎えるために革命グループは長期にわたる闘争を展開する。で、とにかく悲惨やでーって、犠牲者の数とかが書かれてあんねんけど、まあ、私はマルクス主義者、革命家は仲間に始末されたらええねんって思って、そいつらが何を言っているのか見ない聞かない。奴らは指令によって近づいてくんねんから一切の無視をしておけば、自己批判、トレビアン、ボコボコン、痛い痛うーんってなって関わらずして勝利を得られると思うのね。この世には革命というものを目指している厄介な奴がいる、操られているめんどくさい奴がいるっていうことを認識して、自分たちの生活を破壊されたくなかったらそういう人たちに対して無情になるべきやで。誰とでも仲良くしないといけないとか思わず、うわーなんか鬱陶しいと思ったら心のシャッターガラッシャーンって閉めて、自分の時間と生活を守ることに力を注いだ方がええと思うで。